たった今判明した情報をまとめるモンストの時間がやってまいりました。言いたかったんですけども、まあ、ちょっと諸事情によりまして動画投稿できなかったということで、モンストおそほうですね。知ってる人はかなり多そうですけども、一応まとめておきます。で、ネタバレを含んでおりますので、モンストを開いた上で視聴することをお勧めします。これでもいつまで発生してるんですかね？一日中かな？ということでご覧ください。25日の0時頃にモンストを開くと、号外モンストニュースが流れ出しまして、発表されたのが、魅力の重心が回でしたと。2021年のラファエル、2022年のミカエルに続いて、まあ、3年連続のクリスマス発表の号外になったんですけども、これまでは24日の0時発表とか、あと2020のキャラクターカーになっていたことから、ちょっと完全に僕は油断してましたね。昨日ちょっとエンタメが多すぎて、モンスト以外の。それが楽しすぎても0時にはダウンしてたんで、その影響でもう動画撮れなかったですね。すいません。で、今朝起きてもしっかり性能を眺めているんですけども、一応まあ良くなった点としては、新たにワープへの対応と状態上レジストを獲得で、あと、ゲージが飛行でスワビブロックだったんですけども、これがちゃんと入れ替わって使いやすくなった。で、友情コンボメインが電撃だったんですけども、コピーになりまして、まあ、ガブリエルもコピーになって、カメハメハアルファもエナジーボールになるって、もう電撃自体がちょっと環境合ってないんですかね、もう。で、このコピーには属性ティアと超バランス型の倍率も乗るんで、まあ、非属性に対しては強く出ることができると。で、現状の仕事としては、緊急の26になっておりまして、まあ、自身の殴り火力に加えて、まあ、ネオとかロレと組むことによって、友情で押し切ることも可能になっているっていう。あと、非属性でワープブロックが登場する反射有利のクエストなんかあったなと思ったら、ガブフォークでしたね。今年の頭の美食の旅路で登場した、あのクエストで強そう。で、一応、まあ、引っ張り能力も悪くない感じはあるんで、まあ、今後のそのノアの回とか、まあ、多分ハイプラズマと加速もらうと思っているんですけども、そことコンビを組むこともできんじゃないかなと思ってますね。ただやっぱり最終的な結論としてはスペックがもう結構数年前に感じるレベルで、去年回になったミカエルとも逆ではないかっていう。ミカエルが今年発表された魅力去年でも全然おかしくないレベルじゃないかってぐらいで、まあ、ちょっとどころかかなり疑問はありますね。このアビリティの投球とかも全然盛られてないですからね。まあ、でも逆にそうなるとなんかのクエストに向けて調整してんじゃないかってなって、まあ、注目としてはこのタイミングの限定キャラの回で埋水ではなくそのまま飛行になったってことは、霊絶って紋章が禁止されてるんで、空域のクエストを出すことによって飛行設定できるんですよね。だからそれを見据えていいんじゃないかってので、一応これ水属性のワープと飛行対応なキャラクターなんですけども、なかなかちょうどいい。まあ、スズラン、アネモネ、ペリー、プルメリアで真珠進化のナナミで魅力が入ってきたって。で、ちなみにジャンコニなんですけど、これゲージで新型立体起動装置なんで、空域を出された場合は活躍できなそうですね。そして後からノア回避することによって鉄製入ることもできるんで、まあ、これを見据えてる可能性ってのはあるかなと思いましたね。でも今のところはちょっと評価しづらいキャラクターになっちゃってるかなと思います。まあ、今後頑張ってくださいということで、よかったらコメントか皆さんの魅力の感想とかお待ちしております。あと常にチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひ、ではご視聴ありがとうございました。サロク、どうもシャペンです。今回はクリスマスということで、クリスマスガチャの復刻が始まっておりまして、今年は2020のキャラクターが重心加害したということで、これ僕ね一回も引いてないんですよね。まあ多分当時そんなにガチャ引いてなかったのと、そんな性能今引かれなかったというか、2019ほどではないなと思ったんで、これはちょっと新春まで我慢しようと思って引かなかったんですよね。でも今となるとというか、いやこれ強いもんね、カメアルも動画見たけど、で SS 倍率高いで、なんか怖い。これなんかニュートンアルファになりそうで、そこまでじゃないかもしれないですけど。で、この時期は引けないんですよね。で、だと思ってたんで、ちょうどね、この時期は有馬記念があったということで、まあ、それで勝ったら引こうと思ったら、なんと勝ちまして、だからこそこの1万円分で仕留めておこうかなと思います。はい。いや、面白かったなぁ。まあ、詳しいというか、あんまり、競馬のことはね、知らない人もいると思うんで、詳しくは言わないですけども、とりあえず、最高でしたね。さて、まあ、とりあえずどれか1体でもいい。なんならもう誰とは言わずに、ローズ。なんか誰も持ってないのちょっと嫌な気がする。で、欲しい順で言ったら、そうだな、誰だろう。いや、みんななんか平等に欲しいな。まあでも、カメハメハルフは当時から楽しそうだなと思っていたんで、欲しい。まあ、で、怖さで言ったら、アロンゼロとアルファ。今のね、サクッと。てか、ちょ、号外あるんかな？今24日のね、16時56分なんですけど。来るなら魅力。0時まで起きてるな、気づんだよな。はい。まあ、サナダはサナダでも電撃弾の方と。あと、この電撃弾つながりワンチャンないですか？亀ある。そのつながりで来い。なんか早くね？はい。なんか今、星玉が溜まるスピード早くなかったっすか？気のせいか止まんないな。いない。カメハメは。おっしゃあ、違う。火花だった。もう重心、進化前見てなさすぎて。これが火花っすね。はい。まあ、汎用性
未開銃で強かったフレンドさん使って、でなんか超アビないんですけど、なんか SS の倍率がめっちゃ高いみたいな、なんか4倍って聞いて、そりゃ強いわとなりましたね。あとこの友情セット大好き、ヒーリングボムスロー ダブリリフトっていう、なんか1体入れておいたらいろいろ出しそうで、いやここも全然あり。だんだんこれ10連こっち引こうかな。あーすげえ、全然持ってねえ。そりゃそうか、なんでこれコルセア持ってるんだろう。あれか、でも単発で引いたんかな、知らんうちに。いやな、これでカマエル引いたなんか尺だな。じゃあ落ち行こう。まあでもカマエルの旅はさすがに今年の年末の発言確定で終わりだと思ってるんで、まあ、今年もなんやかんやルナを卒業してカマエルだけなんだよなと。おし、どっちか、オッケーえらい薄着だな。ゴーナイス。いや火花ダブルはでかい。そしてマルコ、マルコもなんか未開で強かった気がするけど、未開もだいぶ歴史が長いですからね。ハメハメハ、これなんか本当に集会パーティー入りそうですよね。なんかケイウサとかコンキツネみたいな、ロマンエナジーボール、これはもっと良くのは大正解だと思う。理想はこれでアロンゾット引いて、でクリスマスさっきのカマエルです引いてみる。いや今回もこれだけです。いやこれだけって言っても多いですけどね、まあ、今日はちょっと勝たせていただいた分なんで、ちょっとありがとうタイトルホルダーと言いたい。シューユーここに来て2回でハマったシューティージ、わあクリスマスじゃない方っすね。じゃない方が出てくると、でもなんか通常キャラの引きいいな。なんか大体こういう時ってもう全然出ないかアルファが出るかぐらいと思ってましたけど、これはちょっと遊べんな。さすがにアロンズロット持ってないんでちょっと怖いんですよね。まあちょっと最後これだけ言うとくか。はい、うん、今5時になったんですけど、ワンチャンこれフラッシュのあれ入んないかな。モンストニュースフラッシュやりますみたいな、あれやるとき告知入りますからね。あーまあロンズロットは確保できずと、まあしゃあないかな。まあ王子将軍とかいるからなんとかなんだろう。全然この2体を入手できただけでもありがたいです。ということでメリークリスマス。